皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は今気軽に写真を始めたい人におすすめのカメラというテーマでお話ししていきたいと思います。私は写真の仕事をして約13年、子育て歴は約3年なんですけれども、そんな私がこれから写真をがっつり趣味にしたいというそこまでではないんですけど、旅行で写真を撮ったりとか子どものイベントで写真を撮ったりとか、そういうのをもうちょっとスマホよりはしっかりしたカメラで撮りたいなっていうふうに考えているあなたに向けておすすめのカメラを紹介していきたいと思います。結論から言うと、そのカメラはここにあるニコン Z50 です。今回の動画はプロモーションではなくて、私が一方的にお話ししているだけの動画になります。このニコン Z50 っていうのは2019年の11月発売のミラーレスカメラなんですけど、私が買ったのは約1年前ですね。実際に1年間使ってみて、本当にすごく私はこれが好きなんですけども、なのでこれから始めたい方にもすごくおすすめなので、そのおすすめできる理由3つっていうのと、反対にちょっと不満な点とか、こういう人にはおすすめできないかなって思う点も紹介していきたいと思います。忖度なしで正直にお話ししていこうと思いますので、よろしければ参考にしてみてください。ニコン Z50 がおすすめの理由、1つ目はもうなんといってもこれ一番なんですけど、軽量小型であることです。もうこの理由1つだけでもいいぐらい、もうとても重要な理由です。で、これ今はここにストラップつけて、レンズキャップつけて、この1650っていう標準ズームレンズをつけている状態なんですけど、これで 595g でしたっていう感じで、 595g って言われてもピンとこないかもしれないんですけど、ペットボトル1本よりちょっと重いぐらいかっていう感じで考えると、本当に気軽に持っていってもそんなにこうストレスないっていうか、負担にならない重さなんじゃないかなって思います。で、大きさとしては iPhone と比べてもらってもこのぐらいのサイズ感なので、はい、私個人としてはすごい小さいなっていう風に感じます。このサイズ感、小さくて軽いっていうのがなんでそこまで大事かっていうと、普通の方が写真を撮りたいって思う時って、結局写真を撮るのが目的ではなくて、何かのついで、例えば旅行に行ったついでとか、家族と遊びに行ったついでとか、みんなで集まるついでに写真を撮りたいっていうことがほとんどだと思うんですね。で、その時にどうしても大きいカメラになると、あ、これ今日の荷物と思っていくのしんどいなっていう風になって、あ、じゃあもうスマホでいいやっていう風になっちゃうことって実際よくあると思うんですよ。そういう理由でカメラを挫折しちゃったっていう話も聞くんですね。なので本当に小さいことっていうのはすっごい大事です。もう本当に大事で、ちなみに私はこの普段カバンに入れて持って歩く時はこういうねケースがあって、これは純正のものではないんですけど、こういうのに入れているんですけど、そうするとこんな感じで収まるので、これを普段のカバンに1個追加してもそこまでねストレスにはならずに持っていけます。私は実際これを買ってから普段撮る写真っていうのが実際増えたんですよ。なのでまず何といってもこの軽量小型っていうのが一番の魅力かなっていうふうに思います。ニコン Z50 をおすすめしたい理由2つ目は頑丈なところです。私はずっとニコンユーザーで他のメーカーのカメラをほとんど使ったことがないんですけれども、その大きな理由の一つはもう頑丈だからっていうところがあります。頑丈ってどういうことかっていうと、私正直に言ってですね、このカメラをめちゃくちゃ大事に気を使って取り扱えているかっていうと、実はそういうふうに扱えてないんですね。どうしても子供と普段使ったり本当に日常で持ち歩いたりしているので、そこまで気を使って管理するとかこう手入れするっていうことができていないんです。本当はね、カメラにとってはそれは良くないと知りながらも、どうしてもいろいろやってることがあるとね、そうはいかないことがあると思います。ぶっちゃけ言うと子供に持たせておいて落っことしちゃったこともありますっていうような状態なんですけども、はい、壊れたことはなく無事に安定して動いてくれています。これはねもう本当にすごいことです。そしてとってもありがたいっていうふうに思います。丁寧に扱ってあげるのは一番なんですけど、なかなか普段ねそうはいかないっていうこともあると思うんで、特に小さいお子さんがいる方なんかにはすごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。
まあ、そういう意味で作りがなかなか壊れづらいっていうことは一つなんですけど、あともう一点、レスポンスがきっちりしてるっていう印象が私の中であるんですね。例えばこのズームレンズなんですけども、最初この収納された状態からこれをこう回してレンズを出していくんですけど、この時に最初って結構硬いんですよ。ここ動かすのが結構グッてちょっと抵抗がいるんですね。でこうグッて回すとこうカチッて音出して、でこの 16mm のとこまで行くとまたこのカチッて音がするんですけど、超些細なことではあるんですが、このなんかこうこの感じ、このしっかり操作してる感っていうのが結構好きなんですよね。私は他のシャッターとか他のボタンとかもグッてい う, こう感触があって、それがなんかね、カメラとコミュニケーションを取っている感じっていうんですか、なんかそういうのがして、そういうところが私は結構好きです。まあ、これはちょっと、ね、マニアックな話ですけど、そういうのを一言でまとめると、要するに頑丈なんじゃないかなっていうふうに私は思っています。ニコン Z50 をおすすめする理由3つ目は、オートフォーカスが優秀という点です。この Z50 には顔認証と瞳認証っていう機能がついています。構図の中に顔が入った時に、その顔が動いたり瞳が動いたりすると、そこをずっとピントを追いかけて追いかけ続けてくれるっていう機能です。この瞳認証がついていることで、私自身もそうなんですけど、本当にね、撮る時の撮影ストレスが圧倒的に減りました。こういう感じで走ってきたりとか、結構速いスピードでブランコに乗っている時も顔にピントを合わせることができます。シンプルに言って、瞳にピントが合ってくれると撮ってて楽しいっていうのがあるかなと思います。まあ、ただここで正直に言っておくと、100発100中絶対にピントが合うかっていうと、やっぱりそうじゃない時もあります。とっさすぎるとフォーカスが追いつかなかったりとか、そもそもシャッタースピード的に間に合わなかったりとかね、そういうこともあるので、100% ではないっていうことは言っておきます。ただ瞳認証がついていないカメラに比べたら圧倒的にピント合わせやすいです。なのでこれから始めてみたいっていう初心者の方にはおすすめなのはもちろんなんですけども、今までちょっとね、古めの一眼レフの機種しか使ったことないで、瞳認証とかついてないよっていう機種しか使ったことない方も使ってみたら、多分ねすごい感動するんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとはまあ細かいおすすめポイントはすごいいくつかあるんですけども、画面がこういうふうにチルトしてこうやってね、くるっと回るので自撮りがしやすいっていうのはあるんじゃないかなと思います。あとはこれタッチパネルができるので、スマホと同じ感じでこういうふうにね、ワイプして操作してこう拡大縮小なんかもできるようになってます。あとこの撮った写真をすぐねシェアしたいっていうことも出てくると思うんですけども、そういう時はアプリをこちらのスマートフォンに入れてすぐに転送できるようになってますので、そういう使い方をしたい人にもすごい便利です。まあ、そんな感じですごい使っていて使いやすいカメラではあるんですけど、細かい不満なところっていうのをここからは言っていきます。本当に不満なところはほぼないんですが、強いて言うならやっぱりバッテリーの持ちですね。バッテリーの持ちは結構悪いです。本当に集中してバシバシ写真撮ってると、多分半日ぐらいでフル充電だったとしてもなくなっちゃうかもしれません。で特に何時間持つかとかって、多分撮影している環境とか、あと温度によっても違うんですよ。寒いとバッテリー減るの早いです。だから冬の方がすぐに撮れなくなってしまいます。まあ旅行とかでずっとねバシバシ一日中たくさん撮りまくりたいよっていう人は替えのバッテリーがあった方がいいと思います。あと細かい不満な点もう一個言っておくと、私これですね、実は動画を撮るのにも結構使ってるんです。 YouTube で今日はねこれを紹介したかったんでこれ使ってないんですけど、そう YouTube の動画も結構これで撮ってるんですよ。その時にこんな使い方する人そんな多くないと思うんですけど、自撮りをさっきみたいにこうするんですけど、この三脚の穴がここにあるので、これここにこうやって三脚立てちゃうと自撮りのね時に見れないんですよ。だからちょっと別売りのこういうのがあって、これをねこうつけて、でこれをつけると三脚の穴がこっちに来るので、こう自撮り画面にしても
あの三脚がね立てられるっていう、これを一個接続しなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさいといえばめんどくさいけど、まあこれはそんなにね多くの人には関係ない話かなっていうふうに思います。まあ強いて言えばそんなところが不満点かなっていうところです。という感じの Z50 なので、本当にかなり多くの人に向いているカメラじゃないかなって思うんですけども、まあ、強いて向いてない人、こういう人は Z50 買わない方がいいんじゃないって思う人は、そうだな、多分本当にカメラを趣味でやりたい人ですね。とにかく高画質、高精細、すごい風景写真がただ撮りたいみたいな感じの人は、やっぱり当然センサーサイズっていう意味ではDX フォーマットっていうね、ちょっと小さいものでもっといいものがあるよっていうクラスのカメラなので、とにかく画質をもう超高画質にこだわりたいっていう方は、もちろんフルサイズ機っていうのを買ってもらった方がいいとは思います。荷物がどんなに大きくなってもいいから画質の方を優先したいみたいな人には当然向いてないんですけど、そうじゃないんだったら普段日常使いとか、まあ、子供の行事とか旅行とか気軽に撮りたいけどスマホよりはちょっといいものを撮りたいみたいに思ってる方には、かなり多く気に入っていただけるカメラになるんじゃないかなっていうふうに思います。またすごいプロモーションっぽいけど、本当にプロモーションじゃなくて、結構私友達とかにもおすすめしてるんですよ。なので、はい、これ本当に私売れても別にニコンから1円ももらえないですけど、はい、本当にいいと思っているのでお話ししています。はい、ズームレンズ、これがこのズーム、ダブルズームキットっていうのもあるじゃないですか。で、これをおすすめの人、いらない人っていう話をしておこうと思うんですけど、ぶっちゃけ私個人に関してはこれ買ったんですけど、そんなに使ってないです。なんで私があんまり使ってないかっていうと、やっぱりもう見て分かる通り大きくて、めんどくさいからです、本当にね、荷物が大きくて増えるっていうのはめちゃくちゃね、結構ストレスですよね。仕事じゃない限りやっぱね、荷物は少ないに越したことはないと思います。まあ、なんですけど、一応買った理由としては、この子供の結構イベントごととかがこれからあると思うんですよ。春から幼稚園生なんですね。なので、まあ、入園式とか運動会とかそういう時には活躍してくれるんではないかなっていうふうに思っています。それに限らず、まあ、スポーツ撮りたいとか、あとは鳥とかですね、遠くにいるちっちゃいものを撮りたいみたいな、ね、具体的なイメージがある人はズームレンズはもちろんあったらすごく便利だとは思います。けどそうじゃなくて、まあ、日常のスナップみたいなものをね撮りたいっていう場合は、ズームレンズなしの方で始めてもらって、必要になってから買うっていうのでも全然いいかなというふうに思います。意外と、これ買っても使わないっていうパターンも結構あると思うので、具体的な活用シーンがまだイメージできない人は最初から買わなくてもいいんじゃないかなっていうのは私の個人的な意見です。はい、ということで今回はこれから気軽に写真を始めたい人におすすめのカメラはニコン Z50 が私は好きだよっていうねことをお話ししてみました。まあ、理由としては、一番は軽量小型で持っていくのにストレスがないっていうこと、そして頑丈っていうこと、あとはオートフォーカスがすごい優秀だよっていうね、そういうようなことを紹介してみました。まあ、あくまでも私の個人的な意見なんですけれども、よかったら参考にしてみてください。じゃあこの Z50 を買ってみようって思って、写真のことについて本かなんかで勉強してみたいなっていうふうに思ったあなたは、こちら新しい写真の常識っていう本も私先月出しましたので、ぜひ合わせて読んでいただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。写真についての考え方を文章多めで書いている本なので、興味がある人はこちらも概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったとか、Z50 を買ってみてもいいかもと思っていただいた方は、高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。何か動画で取り上げてほしいテーマとか、この動画の感想などありましたらコメント欄で教えてください。全て読んでおります。いつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。